アントラーズの優勝に貢献するっていうことがなかなかできてなくて、うん、キャプテンさん、大成功をしてくれて、なんか矢野さん、かっこ追いかけて、矢野さん好きみたいなんですよ、泣いちゃってるけど、マジですか、なかなか結果が出ない時期も正直あるとは思うんですけど、でもやっぱりアントラーズっていうのは結果が求められるチームなんで、奥さんに言われたのは、去年、前回大会、そんなに見てなかったよね。